っ壊れたパスする長谷川ゆいがこちら。ゆいちゃん視野広いしパスセンスエグいな。ゲームバリのスルーパス。そこ通す？ってパス出すんだよな。いい意味で裏切られる。パス出すタイミングが絶妙なんだよな。このスルーパス簡単そうに見えるけどタイミングずれるだけでオフサイドになるから意外と難しいんだよな。男子日本代表にもこれくらいパスセンスある選手欲しいな。日々のサッカー情報をいろんな角度から発信してます。チャンネル登録よろしくね。